今回ご提供いただきましたスピードタイガーさんのエンドミル計4本ほどレビューさせていただきました。アラドリで使用しました2枚刃のエンドミルと4枚刃のエンドミル、こちらの直径8ミリで1190円、2枚刃でも4枚刃でも1190円ということで非常にお買い得。まあ2枚刃でも1190円はかなり安い部類だと思うんですが、4枚刃でも1190円、同じ値段、これはねめちゃくちゃ安いです。普通2枚刃よりも4枚刃の方が価格高くなります。なんですが値段が一緒ということで、まあコスパがかなり高いです。まあ両方とも高いけど4枚刃は特にコスパが高い。そしてこちらロング波長の 6mm のエンドミル、こちらのエンドミルは2950円、こちらよりかはだいぶ高くなってますね。まあそれでもこの径で波長で、まあ非常にコスパのいいエンドミルだと思います。そしてこちらボールエンドミル 6π で 3R のボールエンドミル、こちらが1160円、こちらも非常に安いです。この4本のエンドミルを試し切りしてみた感想なんですが、プロの加工屋の現場で使われているエンドミルと一緒、そういう意味ではまあプロスペックなエンドミルだと思います。加工屋さんでこのぐらいのスペックのエンドミルは普通に使われてます。 Amazon で売ってます、1000円ちょっとですって言ったらなんかうさんくさいもんかなと思ってしまいがちですが、いやいや全くもって普通にプロの現場で使われるエンドミルのスペックだと思います。プロの現場で普通に使われている、いわゆる普通のエンドミルと言えるかなと。例えばの話、まあ最近っていうほどでもないですが、不等ピッチ、不等リードって言った形のまあいわゆるハイエンドなエンドミルなのかというと、これは普通の等リード等ピッチのエンドミルになっておりますので、最新のエンドミルっていうわけではないですね。標準的なエンドミルとして普通にプロの現場で使われているレベルのエンドミルで、こいつは芯圧がテーパーになっていて切り子の刷毛が良くてビビりにくいエンドミルとなっております。実際まあ20ミリのこっちか、まあ、両方ともなんですけど、20ミリの仕上げを 6π っていう細いエンドミルで仕上げましたが、全くもってビビることなく、まあ、仕上げれたと。卓上機の中でも大きい部類にはなりますが、卓上機で仕上げれたんであれば普通に BT30 とかあたりのマシニングでもビビることなく使えるんじゃないのかなと思います。そしてボールエンドミル、非常に艶やかに仕上がりました。 6π で1000円は安いと思いますね。まあこのスピードタイガーさんのカタログを見ておりますと、かなりたくさんのラインナップがある中にですね、まあ不等ピッチとか不等リードのエンドミルっていうのも実際あるんですが、Amazon で取り扱いしているのはこの等ピッチ等リードのエンドミルだけとなっております。そして今回ご提供いただきました、こちらの元から安いエンドミルなんですが、クーポンコードをいただいておりますので、こちらのエンドミルさらに割引価格でお買い求めできるようになっておりますので、ぜひリンクの方概要欄貼っておりますので見てみてはいかがでしょうか。そして動画のどこかで説明いたしましたが、こちら高高度用エンドミルのボールエンドミル、スクエアエンドミル、そしてアルミ用エンドミルをまたの動画でレビューしたいと思います。高高度用エンドミルなんて私に使えるのかどうかは分かりませんが、ちょっと楽しみです。やってみたいと思います。まああれですよね、あの切削加工って結構難しいですよね。条件合わせたり、機械のご機嫌を伺いながら条件を出したりとかですね、非常に難しいんですが、理屈をつかめばどんどん上達していくタイプのものづくりですので、これは非常に楽しんでいただければなと思いまして動画制作いたしました。卓上 100V、ぶっちゃけマシニングを扱うよりも切削条件を出すのが難しい機械です、卓上 CNC っていうのは。なのでまあちょっと参考になるかなと思いまして T20 切り抜いてみました。ついでに 3D 加工などもやってみたという感じです。まあ正直な話ですね、私が上げた動画をきっかけに、CNC フライスを導入してみたというコメントをいただいたのはですね、非常に嬉しかったです。なかなか仲間のできないタイプの趣味というかなので、まあそういった共有をしていただけたのは非常に嬉しかったです。そして参考になれば幸いです。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。